にちは。今日の動画はですね、私の肌についてお話をしたいと思います。あんまり肌について YouTube でお話しすることが今までなかったんだけど、インスタとかでもなんかスキンケアについて教えてくださいとか、ニキビに治るなんか知りませんかとかよく DM とかをいただいていて、でそのためにね、私もね、なんか何やってるっけっていろいろ考えてたんだけど、ニキビがチラチラポツ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 できてたりとか、なんかこの辺に赤みがたくさんあったりとかしてたのね。まあ、潰さないようにほっとくだとか、あとはそのママがなんかオーガニックの薬みたいなの持ってたからそれを塗ったりとかもしてたんだけど、あれってどっちかっていうとこう直すっていうよりはこう緩和させるみたいな感じの意味があって、こう一気に速攻性があるわけじゃなかったから、こう塗り続けてもなかなか治らなかったりとか、とにかくこう黙って待ってるみたいな感じの時が多かったんですね。でこの前私なんかみんなにね見せてなかったんだけど、こんな感じになっちゃったの。ここにね写真を出します。こんな感じになっちゃって、でも確かに今までこうニキビはポツポツできてたけど、こんなひどいのは何みたいな、なんかもう皮膚炎だよって言われたりとか、それはニキビだよって言われたり、もういろいろとにかくやばすぎて、考えられる原因としては寝不足だったり、私本当にめっちゃ不眠症で本当2時間とか3時間睡眠だったのとか、ストレスだとか、あと食生活の乱れとか、そういうのがいろいろ重なってたのかなと思うんだけど、で就活中だしさ、ファンで塗っても全然綺麗にね見えなくて、プツプツがいっぱいついちゃったの。すごくもう本当にどうしようと思って、そしたらね、このひどい状態がね、なんと2日で治ったので、そのわけっていうのが、もうみんなね、何をしたのって思うかもしれないんだけど、よくあるじゃん、歯磨き粉塗るとかさ、蜂蜜塗るとか、いろんな方法がさ、こうインスタとかさ YouTube とかにも載ってると思うんだけどね、もう答えは簡単です。皮膚科に行きました。初めて生まれて初めて皮膚科に行ったの私。あ、なんか赤ちゃんの頃行ったことあるかもしれないけど、行ったことがなくて、ニキビとかで行ったことがなくて、なんか昔から皮膚科ってなんかニキビとかで行っていいのかなってすごく思ってたのね。だから全然皮膚科に私は行ったことがなくって、皮膚科行かんでもそのうち治るでしょって思ってたのね。でも就活中っていうのもあって勇気を出して行ったんですよ、皮膚科に。多分みんなの中でも皮膚科行ったことない子とかいっぱいいると思うんだけど、行ってください。本当にね、びっくりしたの。皮膚科行って薬もらったら、これ2日で治ったんよ。あ、これはニキビだねって言われて、初診料とかも入れて3000円しなかったんだけど、飲み薬のビタミン剤と、抗菌剤、菌をなんかあんま出さなくするようなお薬と、それ2週間分ずつもらって、で塗り薬はね、なんかこの ニキビの薬、こういうのってさ、見せていいのかな、わかんないけど、これと、これはヒルドイドとロコイドが混ざってるやつを、これは1週間だけ塗ってって言われたので、これはニキビのとこだけ塗ってって言われて、もう1日塗っただけでね、一気に本当にブツブツが一気に引いて、今肌すっごいツルツルだし、なんかむしろ何もないし、今これすっぴんなんだけど、私顎もこのシミとかはね置いといてね、このシミとかはもうどうしようもないからそのまんまなんだけど、このツルツルさとかスベスベさとかニキビのなさとかを見ると、本当に速攻に治ったの。本当に YouTube 始めた以来一番肌が今綺麗な状態です。でめっちゃ嬉しくって、私もさ、こんなさ自分のニキビのやばい状態とか見せたくないじゃん、やっぱみんなに見られたくないけどさ、なんかニキビで悩んでたりとか、こういうブツブツで悩んでたりする子とかもたくさんいると思うから、なんか私はこの皮膚科に行ったことでもう見つけちゃったっていうか、めっちゃすごいやんと思っちゃったのね。本当にもっと早く行けばよかったし、なんかこうちょっとでも悩んでるんだったら行ってみるのありだなと思ったので、それをお伝えしたくて今日はこのビデオを撮ってます。マジで肌綺麗になったから、もう今自分がねすっぴんでいてもね、なんかそんなにコンプレックスじゃないっていうか、なんかあ、ファンで今日そんな重ねなくていいやって思ったりすることができるので、なんか皮膚科に行ってみてほしいなと思ってこのビデオを撮ってます。でちなみに私が行ったところを言うと、世田谷区にある梨の花皮膚科ってとこに行ったんだけど、梨って書いてひらがなののって書いて花
会議、皮膚科なんだけど、そこの先生はめっちゃ本当に肌、院長先生なんだけど本当に肌も綺麗だし、どんなこと言っても聞いてくれるし、しっかり親身になって、だからちょっとうちからはなんか行き方がちょっとめんどくさかったんだけど、それでも行ってよかったなと思ったので、そこの皮膚科がどうこうとかじゃなくて、もしね一緒のとこ行きたいと思ってくれる方いればそこ行ってみるのもありだし、家の近くの皮膚科とか、とにかくなんか皮膚科試したことなくてニキビに悩んでいる方とかいたら、いろんな市販薬とかいろんなこう歯磨き粉塗るとかそういうのをちょっと試してみる前に本当に一回皮膚科に行ってみるのをおすすめします、ということでこんな感じのビデオになったんだけど、本当にねなんかすっごい嬉しいの、だからみんなにも伝えたくって、というわけで今日はこんな感じのビデオを撮りました。最後まで見てくれてありがとうございます。またなんか肌に関する情報とかあったらお伝えします。あとみんなもなんかここの皮膚科めっちゃおすすめだよとかあったらぜひ教えてください。それでは今日の動画も最後まで見てくれてありがとうございました。次の動画もぜひぜひ見てください。チャンネル登録と SNS のフォローよかったらお願いします。それでは